青森からフラット中部地方へ、今日は三重県松阪市へやってきました。松阪といったら牛ですよ。牛、もう待ちきれない。行くぞベゴベゴ。青森と名古屋を結ぶ FDA を利用し、中部地方の魅力を紹介するフラットチューブ。今回ミカシーがやってきた三重県松阪市は、戦国武将蒲生氏郷が築いた城下町。今もレトロな町並みが残っています。そして松阪といえば松阪牛。言わずと知れたブランド肉で、キメッキメの肉質とフリッフリの霜降り、やはり本場で食べるのが一番ですよね。ということで松阪市の焼肉屋さんへゴー。あー、いい匂い。肉回ってる。そう、こちらのお店、回転寿司ならぬ回転焼肉のお店なんです。いろんな部位がお皿に乗って回り、しかもお値段が皿の色で分かるのも回転寿司みたいですよね。肉がすごい回ってますよ。何やら鮮度を保つためにここを押すと開くらしいです。ちょっと押してみます。スイッチオン。おびっくりした。あ、じゃあちょっと松阪牛特選ゲット、イエイ。お客さんに楽しくお肉を味わってほしいと始めた回転焼肉。味も A5 ランクという和牛の最高峰です。あー、いい音がしますよ。あー、火が喜んでます。油がきっと美味しいんでしょうね。はー、いただきます。すごい、溶けた。あんなに大きかったのに、よさもなくなっちゃった口の中で。え、ちょっと感動してます。お肉が回る楽しさと最高級の味に感動し、テンションマックスのミカシー、もう止まりません。最後にミカシー、渾身の食レポお願いします。この油でもうご飯何杯でもいけちゃいますよ。青森から名古屋までたったの90分。そこから足を伸ばせば一度は行ってみたい観光名所がずらり。あなたもフラット旅いかがですか？あー、幸せ。次はどれ行こうかな。